皆さんこんばんは、レ・エンクエントロ再開ライブにようこそお越しくださいました、オペラ歌手の斉藤信夫と申します。よろしくお願いいたします。今日はね本当にようやく緊急事態宣言も明けまして、こうしてライブがこんなねたくさんのお客様をお迎えしてさせていただけることができました。本当に今日はたくさんお集まりいただきまして、また平日の中本当にありがとうございます。一晩ね楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、最初の1曲目ですね、イタリアはナポリの民謡の、カエレソレントエをお聴きいただきました。ナポリというね、イタリアのとても有名な町ですけれども、この町で生まれたたくさん の民謡がございます。その中でも最も有名と言っても過言ではない、これはですね中学生の音楽の教科書にも今でも載っている、名曲でございます。歌ったことあるなんていう人ももしかしたらいるかもしれないですけれども、まずは、なかなかねこういう曲を弾き語りでっていうのはなかなかないんですけれども、今日はこういった形でちょっと新しいスタイルでお送りさせていただきました。恋人この街を去っていってしまった恋人よ、早くこのソレントへ帰ってきておくれと熱く歌い上げる、歌です。まさに僕で今でね中学校でちょっと中学校でも教えてるんですけども、まさにこの曲を授業で中2に中3ですね中3に今教えておりまして、もういつも弾きながら教えてるところでございますけれども、それをまず最初にお送りいたしました。さて今晩はね、
僕だけではなくて、素晴らしいアーティスト、フォルクローレ歌手とともに、お送りしてまいります。それではお待ちかねの彼を呼んでみたいと思います。フォルクローレ歌手そしてギタリストの秋元博之。イエイ。さて秋元君はですねすごいんですよ。もうボリビアに20年以上、大学卒業後ボリビアに渡って、本場のフォルクローレを学び、そして現地でもう、大変活躍をされて、おります。今ちょうど日本全国ツアーで、日本に来ているということで、本当にタイミングよくというか偶然というかこんなことになりまして、ぜひね楽しんでいきたいと思いますけれども、秋元君なぜ僕とお友達なのかという話から、その前に何か喋る。はい、皆さん、明けましておめでとうございますじゃないけど皆さんお越しくださいましてありがとうございます。なんかもう舌が回ってませんけど、そうですね、斉藤信夫さんとはですね、大学の時18歳の時に、ある先輩にコーラスに、合唱団なんですけどコーラスに誘われまして、歌うかって、僕はそのまで歌ったこともなくてですね、人前で歌ったこともない、歌い方もわからなかった、そういう人にですねもうおだてられ、祭り上げられ、歌を歌うことが好きになってですね、で、その時にもう本当になんていうかな、今なんていうの、女学生じゃないけど、その女性のね学生がわあ先輩っていう、その憧れの的やったのがこの斉藤信夫さんなんですね。わちょっと持って言いますね、もうちょっと持ってね、ありがとう、持って言っていいよ。でそれで、あすごいな、こんな人もいらっしゃるんだって、もちろん音楽の学校行っておられてですね、僕はその時まだ本当に音楽を知らなくて、そうですね、もちろんフォルクロール、今こう紹介いただきましたけど、このボリビアという国も知らない、南米っていうとこも知らない、そんな中でですねこの音楽と出会ったんですね、他の方とですね、そんなところから、ね、そうそう、今日はボリビアから来ましたね、この中目黒に。本当にそうね、直行便でね、48時間、うわアメリカ経由をして帰ってきたて、ね、アメリカですね、マイアミ行ってロスですね、ね、でその後ですね、僕は関空なんですけど、関西の人間なんで、こうラパスからサンタクルスっていうところ行って、マイアミ、ロサンゼルスかな、で羽田行って関空です、5本乗って48時間、いやでその後14日間の隔離ね、隔離がねすごくないですか、16日間ね、とんでもないよね、何もせずこう本当に、で信夫さんとね斉藤さんと歌いたいなって、ワクチンいっぱい打ってるのにね、そうなんです最近流行ってるじゃないですか、3回ね追いワクチン、僕4回打ちましたから、4回、そうなんです、なんか向こうでなんかね2回ね打ったにもかかわらず、それはなんかアメリカに入るときにそれはダメだってことで、そう認められてない、 WHO が認めてない、ね、ロシアワクチン打ったのでね、でもあーって言いますけど僕あれですよ、向こうではもう主流なんですね、そうボリビアは社会主義の国でございますので、ロシアか、中国かとね、ちょっとまた話長くなるんですけど、ね、いいですか、これもうずっと喋っちゃう、ずっと喋りますよ、ね、うん、でだからロシアか中国かってなると、やっぱりまあロシアじゃないですか、うん、で聞いたら、打った人に聞いたら、やっぱりね中国は5割やって言われたんですよ、その感染する確率がね、5割っていうことは、それでなんだ、ロシアは9割の確率で感染しませんと、だからロシアにして日本って、うん、で帰ってきて、こっち帰ってきてそのニュースにぶつかりね、アメリカではこうダメですってなって、うん、結局羽田でですね日本またファイザーを打ちまして、だからもうすでに4回打ってるっていう、うん、初めて見た人なんですけども多分世界にあんまりいないと思いますけど ね、そんなこんなで来てくれて、今回ねもう拍手ですね、ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。で本当に学生時代僕は合唱団やって、この首都圏の学生が集まる合唱団に入っていまして、でその時に僕が大学4年の時に、
まあ、秋元君、まあ、秋元って呼んでるんで今日は秋元とそのまま呼ばせていただきますけども、いいですね、秋元の元元だからそうね、元なのね。そうそうそう、なので秋元というんですけど、秋元がその時1年生で入ってきまして、まあ、僕4年生、まあ、大学の4年生と1年生で結構当時なんかこうやっぱり今考えると3歳ってどうってことないんですけど、うん、学生時代のやっぱ3年間って結構こうなんかね、だから先輩の感じで僕もいまして、でまあ本当にあの可愛がったって自分から言うのもなんですけども、本当に一番可愛がったあのメンバーなんですね。小樽行きましたよね。そうね、ね、ゆうすけのところに ね、もう一人あのゆうすけっていうのがいて、その二人あの僕が最も可愛がった後輩二人なんですけど、そのゆうすけが小樽が実家 で一緒に秋元と一緒にね、だっけ18切符青春18切符で、ね、何日かかったっていうぐらいね、そうそうそう、そう行ってきました。1週間近くいたのね。でその時に秋元がなんかギター、まあその時だったか僕ちょっと覚えてないんだけど、秋元がギターができるっていうのはあんまり僕知らなくて、知ってたかな、もう知ってたかどうかも忘れちゃったけど、その時に秋元なんかギターをね弾いて3人でちょっとふるさとを歌ったりとかなんかしたんだよね。そうでしたっけ。そうそうだよ。いやでもユウスケが弾くんですよ。あ、ユウスケも弾いたね。そうそうそうだ、まあ、まああやふやですね記憶はね、うん、でもねふるさとを歌ったのよなんか。でそんな旅行をしたりして、まあ、それぐらいこう仲良くさせていただいて、で僕はもう大学卒業して、まあ、ちょこっと2年間ぐらいその合唱団にちょっとね残ったりしたんですけども、秋元が卒業してはもうすぐになぜかボリビアっていう、全く僕もなんかそんな秋元がそんなに本当にちゃんと音楽やろうなと思ってることもこれっぽっちも知らなくて、っていう噂聞いて、もう行っちゃったみたいだよって、そんなマジでっていうで、今回二十数年ぶりに会ったという。そうなんですよ、二十数年ぶりたまたまそこで出会って ね本当に目黒の駅でね、なんかコロッと落ちてたんですよね秋元が。何ですかとか言って元気とかって言われて、ね、そんなわけはないんですけど、ね、僕はねこう連絡し合って、そうちょうど帰ってくるので、ね、本当にまあ、このね長い時を超えて、まあ、今回あのレエンクエントロということで再会っていうことで、あの銘打ってあのライブということで、まあ今日ね本当お越しいただいて皆さんも本当にまあコロナ禍を超えられて、あの久々になんかこうやってお食事と音楽を楽しめっていうね方もいらっしゃるんじゃないかなと、まあ、あの僕たちの再会もそうですけれども、あの皆さんの再会も祝福しつつお互いに称えつついきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こんなところでまだいっぱい話したいけどね、いやあの、まあ、いいか、おいおいね、うん、行きましょう、おいおい、ね、じゃあ今度は僕の番でございます、ね、うん、僕が、フォルクローレという音楽をそれこそ20年以上やってるんですけど、向こうで、ボリビア人とやってます。ボリビア人とグループを組んでもう15年16年ですね。で、まあ、そのグループで作った曲ですね、曲僕が作った曲なんですけども、作曲もできるようになったの、ね、いつの間にできるようになったのっていう、本当に、ね、もう何をしてたかって話すとまたすごく長くなるので言いませんけども、すごい大変な時期がいろいろありまして、僕もあったんだよね。それはじゃあ2部に話しましょうよね。で、まあ、作曲作詞はさすがに、まあ、スペイン語なんですけども、向こうはそのね、うちの妻がラパス、僕が住んでるボリビアの首都ラパスの出身ですので、一応まあこう見てもらってるんですよね、合ってるかどうかとか、歌にあ、ね、こうギクシャクしてないかとかですね。だから、まあ、そういうのもあって、こうなんていうかな、ちゃんと歌いなさいよ的なこう目線を感じながらいつも歌ってるんです。すごい ね、ここが日本やから、日本語で喋ったら、まあ喋って歌ったらね、こう間違ったって言われるけど、言われる、ね、帰れソレントとかね、うん、スペイン語とか英語とか分からないじゃないですか、イタリア語なんかましてね、なんとかなっちゃう、そうそう、ね、あのみたいな、ね、うん、だからそういう風にならないんですよ向こうでは、うん、スペイン語でハッって言う、って言われるっていう、その厳しい環境でやっておりますので、ね、そのフォルクローレをちょっとメドレーでですね、もうなんかいっぱい喋ったんで、もうまとめてやります。すごい、ね、フォルクローレとはまあ大体こんなもんかっていうのを知っていただくとですね、これ僕も楽しみにしてるんで、はい、ね、
ちょっと休んでてくださいね。そうね、ちょっと待って、僕ちょっとトイレに行って、そう、あっちいただいて、行くふりでトイレに入って見ておいてください。そしたら、4曲やります。すごいでしょ、4曲もやりますよ。もう今回初めてです。もう二度とやりません。今日は配信もやっていただいておりますので、後でまたゆっくりご覧ください。ね、で、あのうちの家ですね、もう7時、6時なんで、向こうは13時間時差がありまして、そろそろ起き始めますので、あ、パパやとかって言われますので、原曲やっとかないと、後で何を言われるか分かりません。はい、というわけで、僕が作った、グループで作った最初の曲ですね、ノッテ・エキボーケス、間違えないでという曲です。これはその男性が恋多き女性に対して、まあ、どっちでもいいんですけど、女性が男性でもいいんですけど、その最初こう愛し合ってたのに、その人はどっかに行ってしまう、で戻ってくるんですよね。で勘違いしないって、間違えないで、私の心の中にはあなたが入るスペースはないのよっていう曲。ちょっとね、なかなか厳しい目のね、もともと付き合ってた人が帰ってきた時にですね、そう言えるかどうかっていうのはまた別の問題でございますけども、それがまず1曲目、モーテキボーケス。そして僕は向こうではですね、フォルクローレにこうをベースにして日本語の曲もちょっとやってまして、今日は竹内まりやさんのですね、告白かな、告白っていう曲もそのリズムに合わせて入れます。2曲目、3曲目と4曲目は僕が作った、定地のサンタクロス、定地ってなんか言ってますけど、僕が住んでるのは高知なんです。3800メートルありまして、標高がえって感じでしょ、3800メートル、もう一回言いましょうか、3800メートルに住んでまして、富士山の頂上よりも上に住んでるんです。でそこに85万人ぐらい住んでまして、でさらにもっと行くと4000メートルのところにですね、120万人ぐらい住んでて、そこはだから200万人ぐらい住んでるという、それがラパスというところなんですね。でそこに僕はもう22年住んでますけども、そこではなくこうアマゾン川もあります、ボリビアに、そこの一番大きな町ですね、サンタクルス、我が愛するサンタクルス、その女性たちをこう讃えた歌、そして最後にまた新しく作った曲ですね、カップルがイチャイチャする曲でございます。浜辺でイチャイチャするという、もうごめんなさいね、すっごい長いこと喋って、もうやりますからね、もうやあで言いましたように、撮っていただいて結構です。しっかり写真撮って、ブレないように撮っていただいて、でしっかり映像も撮っていただいて、後でアップしてください。お願いしますね、お願いしますね。
でも聞き返せないと知ってるから、この暮らし壊さないで。ありがとうございます。疲れました。かっこいいですね。どうでしたか。いやいや、なんかもう血が騒いでくるっていう感じで、こっちに聞いてる方もね、なんかこう熱くなってくるような、すごい賛同を聞かせていただきました。ありがとうございます。さあ、ではアキエンがこのスペイン語だよね。スペイン語、はい、スペイン語を歌ってくれたので、僕もスペイン語の曲を、あらできんのって一応まあジャンル的にちょっと近いジャンルになりますけれども、スペインの作曲家ラカジェという作曲家が作りましたアマポーラという、曲をお送りさせていただきたいなと思います。きっと、皆さんも聞いたことはきっとあるんじゃないか。 JR のね CM とかで歌は入ってないんですけども、インストでこう流れたりとか、しております。実は、まあ、熱い歌で、アマポーラ、ひなげしの花という意味なんですけども、このひなげしの花を愛する人に例えて、素敵なアマポーラ、僕のことを見てくれ、こんな気持ちを歌い上げる、曲です。この曲ね、
ぜひ僕も何回か歌ってきてるんですけども、ぜひギターの伴奏で歌いたいなって思っていた、まあ、夢が今日叶うということで、秋元に伴奏してもらって、お送りしたいなと思いますが、いけますかね。ちょっと待ってくださいね。どうでしょうか。僕はスペイン人の奥さんはいないので、スペイン語はチェックしてもらってませんがあ、でも綺麗な発音でしたよ。あら、誘発して言ってもらいましたじゃあ頑張りたいと思います。はい、ね、はい、行きましょう。じゃあでは、アマポーラ、アマポーラ。大概声大きい方なんですけど、ノブさん声大きいですよね。このオペラ歌手にあんまりこうやって言う人もいないと思うんですけど、あんまこう初めて実はこう横で聞いたりするんですね、こうオペラ歌手の人に。いや、そうね。いや、声大きいなと思って。いや、機嫌も声、まあ、でかいっていうことがいいことかって言ったら、まあ、常日頃私たちは良くないというふうにね、褒めら言われ続けてるんですけども、まあ、でかい、でかいね、機嫌もね、やっぱり。そうですね。標高が高いので酸素が薄いんですね。そうそう、なんかプロフィールにそのなんか標高な、うん、2000メートル、いや4000 3800ですけど。うっそ、富士山より高いところにいるの。そう言ってたじゃないですか今あそこで聞いてました。ごめん、ちょっとおしっこしてた。あ、そうですかそうそう、高い4000。でそれは肺活量が鍛えられるのかね。でもね、なんか
高すぎてダメっていう専門家もいるんですね、うん、2000メートルぐらいやったらいいとか。それで声がでかくなるってことはないよねきっとね。多分でもあっちはあのマイクがあんまりなくて演奏の時にこういうところで。そうだから僕もそうね、僕もねそう基本的に、まあ、そこにオペラ歌手一人いるんですけども、お金なかったんでその機材とかね、ここで歌って言われて、でしかもこのこれとこれだけじゃなくて、あと軽なって笛とか、うんうん、太鼓とか、ま、でかいんですよ、ね、ボリビア人また声大きいんですよ。だからさらにそこをやっぱりパチッと声が聞こえないとね、それでっていうことなんですね。そういうことなんです。いや僕も本当に日頃こうやってマイクを使って歌うということはもうほとんどないので、逆にそれもまた新鮮で、あのねっていう、またそういう意味ではちょっと人種的には似てるのかもしれないですね。人種的にね、人種的に、ね、人種的に、うん、配信の人とかうるさいとかでピッて消されそうですけどね。そうそう、配信今日ねやっていただいてるので、もうめっちゃ難しい。だから多分今ちょっと強めに喋っといた方がこうあれがあると思いますよ。そうそうそう、ここが結構ね静かなんで。そうだよね、ええ、で歌始まったら急にそうそうそ う, そうなるから、こう結構大きめに喋っといた方がいいかなと。このぐらいですっていうぐらいで本当本当本当に本当本当です、はいはい、ではね、じゃあそろそろ次いきますか。次もうちょっと喋る、そうですね、喋っちゃう、ね、本当久しぶりですよ ね, ね、もうてかね本当に久々に会って、この間だからうちに来てもらって、うちで初めて合わせをして、でまあうちがもうこんなになんかこう大きな音でこう満たされるっていうのも初めてで、大丈夫かなって思ったんだ。うち何の棒もしてないのであのあれすごいですよね、逆にね。そうそうそう、周りに慣れてもらってるっていうそうそう、近所の人は諦めてますよね、うんうんうん、練習してるねとか、うん、すごい、そういう感じなんですけど、すごい、あの僕すごい心配やったんです、あの時。心配、だい、結構大丈夫、大丈夫した、大丈夫、よかったよって、よかったよって言わなかった、言わなかったけど、それは言われないけど言わなかった、それはそれやそ, うその時来て、はい、もう一個一個全部話が広がっちゃうともう全然先に進まなくなるね今日かっこいいですよねその衣装ねありがとう、めっちゃかっこいい、誰も褒めてくれへんから僕が褒めますよ。いやすごい綺麗、ありがとう、ありがとう、もっとなんかね言うてあげてくださいよ、もっと綺麗かっこいいで、まあ、ありがとうございますさすがってお声いただきました。これねお客さんの声が聞こえないんでね、さすがっていう、ね、僕らがそう言わないと思います。この言った人が一番派手なおばさんっていうありがとうございます。次の話しようか。次の話、じゃあ次の話はですね、はい、時には昔の話なんですよね。そうですね、またフォルクロールとオペラと全く関係ない、全く違うんですけど、今ちょっと僕が、うん、ね、秋芸に伴奏してもらったので、今度はちょっと僕が伴奏をさせていただいて秋芸に歌ってもらおうかなと思うんですけど、まあ、これがまたねすごい素敵な歌で、これもまた思い出の曲でも実はありまして。そうなんですよ、まあ、紅の豚のね、はいはい、紅の豚の、まあテーマソング、エンディング、わかんない、エンディングですね、流れてくる曲なんですけどあんまり知らないですよね。あんまり知らない、いやいや見てないでしょ。見た見た見た、見ました。でもほら全部忘れちゃうから、あそういろいろねやってやるとね。そうですね、その曲なんだけど、のエンディングの曲でございます、ね、加藤時子さんが、ね、ね、作られて歌っておられる曲ですね。本当に素晴らしい曲なんですけども、それを、うん、僕らが合唱団の時に、うん、卒団式っていうのがございまして、まあ、卒業する時に卒団式ってやるんだけど、 その卒団式で割と恒例的にね歌っていた曲で、僕もこれを混声支部合唱バージョンにアレンジして、まあ、団員のメンバーに歌ってもらったりとかしてたんですけども、その思い出の曲を僕も本当は歌いたいんだけれども今日はもう秋元のまた素晴らしいこのボイスに、ね、そうですね、一応順番なんでこれ、あそうかそうか、ね、ノブさん歌っていただいたら僕は歌う、で僕好きな曲を選んだということなので、ね、まだいっぱいありますよ歌う曲、はい、はい、頑張ります、はい、じゃあとっととピアノ弾いてください、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた、コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探
らして誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて体中で時を感じた。そうだね、こともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね、一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで思い出しましたね。あの25年ぐらい前をブブブって。どうですかね、思い出しました？いろいろ昔のこと、まあ、まあ皆さんそれぞれね、やっぱり ね、あのこう、そうね、あ、ちょっと喋ってください、ごめんなさい。最近のことやっぱ思い出せないんだけど、やっぱ大昔ではちょっと覚えてる ね。ちょっと早いですよ、その最近のことを覚えてないっていうのは。そうね、もうちょっと頑張らないとね。その人の、ね、家にこう転がり込んだっていうかね、そのあれ言ってた祐介の家ね、うん、お父さんもう亡くなったけど、ね、お父さん亡くなったけど、あのこの家に、ね、小さな下宿屋にね、下宿屋って勝手に入って、本当に勝手にすいませんとかって入っていったんですけどね。そうそうそう、思い出しますね。ね、なんか学生時代ね、やっぱりもう本当にあの、まあコロナもなかったしね、なんかマスクもしてない、最近までないもんだって。そうですよね、うん、密でもなければね、密じゃ密だったかな、ね、そうね、本当に膝詰めでね、膝詰めで飲んで話して、ね、それこそ本当に朝までやってましたね。やってましたね。いやいやいや、もう嫌、いやいやあんなことできません、時々やってるけども。じゃあ今度はノブさんの曲を。そうですね、ね、あの僕の歌っていうか僕の、ピアノとかギターを入れずに、そうですね、もっとね、行ってみましょうかね。オペラで、オペラでございますね。オペラ、一応オペラ歌手って言ってますけど、ね、オペラを歌わないとオペラ歌手にならないので、ね、オペラでなんですけども、まあオペラといえば、まあ、これっていう曲ですけども、まあオペラといえば、オペラといえば何なんですかね。オペラといえば、残念でした。
ベルディね、本当オペラといえばベルディなんですけども、オペラといえばこの作品っていう、もう日本人のオペラの中で一番人気の高い作品っていうのは、もうそうですよ、そうですよ、闘牛士、闘牛士といえば作品名はカルメンですね。カルメン、日本で最も人気のあるオペラだそうです。で、まあ、オペラを知らない人も、まあ、絶対この曲は聞いたことあるっていう曲だと思うんですけれども、そのカルメンの中の闘牛士の歌という曲をお送りしたいと思います。まあこのオペラも僕も出させていただいて、まあ、ここにまさにねカルメン歌いのオペラ歌手が一人ここに来てくれてるんですけれどもね、じゃあじゃあですけれども、カルメンの役をやってました泉由紀というソプラノも来てますけれども、何年前かね、4年前ぐらいですね、そうね、弾いてくれて、彼女も弾いてくれましたけどもぐらいに、3年前、3、4年前、2年間ぐらいねやりました。カルメンの闘牛士の歌ってね、これはですねエスカミールという、まあ、闘牛士、まあ、花形ですね、もうスペイン の、 グラナダという南部の町を舞台にしてるんですけども、そのグラナダの闘牛士、花形闘牛士エスカミールが登場する場面で歌われる曲で、まあ、こうやって お集まりいただいた皆さん、ようこそ僕のためにありがとうありがとう、では一言歌をお送りしましょうって言って歌い出す、このエスカミールが登場の場面の、アリアになります。まあ、ストーリーは、まあ、最後カルメンは刺されて死んでしまうんですけれども、まあ、そんな悲劇的な、オペラではあるんですが、それをここでは想像させないぐらいの華やかな歌になっております。これをですね、まあ、今回僕のいとこがいまして、いとこが、まあ、カズンというポップスデュオで、なんですけれども、そのカズンが、まあ、去年、まあ、その前からね、いろいろコラボレーションさせていただいておりまして、昨年の夏に、このカルメンの闘牛士を僕のためにポップスアレンジを作ってくれまして、ちょっと新しいバージョンで、まあ、今日ねこういったライブの場でもあるので、クラシカルガチガチではなく、ちょっとポップスにアレンジした闘牛士の歌を、お聴きいただければなと思います。漆戸浩司アレンジによる、オペラカルメンより闘牛士の歌。Combat, can't do it, what a telegraph.
こと歌を捧げよう。さて軍人と闘牛士とはよく似たことに喧嘩が好き。我らの戦いは全て皆喜ぶ。戦いが始まれば関連より闘牛士の歌カズン広志バージョンでお送りいたしました。すっかり靴取れてますけども、お願いしますよ、お願いしますよ、ね、さてあれどうすんだっけ、もういいか、もう一部いいんじゃないかこれでね、うん、まあ今曲ねやろうよ、なんだっけこのだからオペラとフォルクロールとまた別の曲をですね2人でやってみたいと思います。ドラゴンボールの曲をやります。ドラゴンボールの摩訶不思議アドベンチャーというですね、曲を何バージョンかよくわからないんですけども、まあ2人でちょっとやってみたいと思います。ボリビアでも実はこの曲をこのフォルクローレのアレンジでずっとやっているはいるんですけども、なかなかそのアレンジだとまたややこしいので、今日は、まあ ね楽譜に書いてる通りみたいなね、楽譜に書いてる通りで あんまり芸能ないことしますけど、ほぼほぼ、ね、そう申し訳ないんですけども、でもまあ2人でなんかこう元気にできる曲はないかねって言ったら、なんかまあ期限なんか結構もう日本の曲向こうでいっぱいねアニメとかいっぱい紹介してやってる結構盛り上がるよっていうので、なんかあるって言ったらじゃあドラゴンボールいいんじゃないっていうことで、いいんじゃないって僕は言ったはいいんだけど、最初のチャンチャンチャンチャチャンチャチャチャンチャンチャチャンしか僕知らなくて、必死でも YouTube 見て、ありがとうございます。もうノブさんはその小学校中学校の時何をしてはったんですか、こんなとこで聞く話じゃないか何後で楽屋で聞けよっていう話かもしれないですけど、そのいや子供の時からそういうアニメの音楽とか聞いてはなかったんですか、あんまり。僕ね本当に白鳥の湖とか聞いてたね。すごい。あ、そうですか。白鳥の湖を僕お腹の中にいる時に母が聞かせてくれてたみたいで、それを引っ張り出してきてそのレコードをかけて一人で踊ってました。すごい。はい、気持ち悪い話でした。お母さん実はね今日お母さんいらっしゃるんですよ、ノブさんのお母さんがねこういてはるんですけども、お母さん本当ですかそれは。本当に。ああそうですか。ほんまやった、嘘かと思った僕、本当なんです、ね、ここはもう本当なんですね、実は、はい、すいませんね、こうなんか下世話な歌を歌わして、いやいや、ね、オペラ歌手にそれがねもう楽しいんですよ本当に。こういうのやっぱりね、やっぱコラボの醍醐味っていうかね、そうですね、やっぱ自分がやったことないことにこうトライしてこうもう
ね、そうですね、響き合わす、響き合うっていうのがやっぱり楽しい、大変だけど楽しいっていう ね、そうですね、こうだからそれこそこう再会っていうね、まさにね、うまいことつけたでしょ僕名前、そうよ、ね、勝手になんかもうフライヤー作ってくれた、はい、なんか再会とかで作ったんですよ、あれ、あ、いいじゃんっていう感じでね、うん、どうしようかなってすごい考えたんですけど、もうなんかいやいやいや、これしかないなと思って、いやいや素晴らしいです、いやね、あ、そうそう、まあ、ぜひあのお持ち帰りくださいそれね、もう余ったんで、そうそうそう、あのチラシがいっぱいまだ吸ってしまいまして余ったので、あと10枚欲しいっていう人は言ってください、はい、いっぱいありますね、はい、じゃあそういうわけで、摩訶不思議アドベンチャーをお聞き前半最後ねいただきます、2部なんでこれ2回公演です、ね、まだやりますから ね長いですよ今日は、そう頑張ろう、はいはい、頑張ります、ひとまず前半最後の曲、はい、はい、行きましょう、ちょっと待って、いいよ、
ありがとうございます。勢いで乗り切りましたじゃあ、ちょっとお休憩です ね、ね、もうね、もうええかなと思ったんですけども、まあ、この 10分15分20分ぐらい休憩させていただいて、ね、今日はなんとですね、ボージョレ・ヌーボー解禁日でございます。皆さんまだまだあの在庫ございますので、どんどん飲んで、ボトルでも結構ですよ、全然飲んでいただいて結構です、ね、僕らも後でいただきますので、いただきましょう、ね、ノブさん大好きですよね。大好きです、ワイン大好きです。楽しみに頑張ります。はい、はい、それを楽しみにいきたいと思います。まあ、ちなみにここで宣伝なんですけども、この2人がやってる音楽の続きをまた聞きたいなという方はこうチラシございます。であっちにですね、僕が持ってきた録音したCD が、向こうでやってる CD とか DVD あります。フォルクローレを聞いてみたいなという方はぜひご覧ください。ぜひぜひ、ね、あとマスクね、こんなところでこんなんみたいな、そうそうそう、このアンデスマスクってい う、 すごい素敵なんですよ。アンデスの女性が使う、可愛いでしょこれ。あの機械織りと手織りがあるんですけども、今日は機械織りかな、一番こんなやつ、これです、これこれがいろいろ種類ねあってますんで、すごい素敵なのあるので、これ持ってます、もしよかったらご覧ください。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。また後ほどありがとうございます。
でいらっしゃいますでしょうかね。あ、ボジョレ飲んだという人は、おお、いかがでした？美味しい、美味しい、美味しかった。あ、よかったです。僕たちもね、後でいただきたいと思います。楽しみにしたいと思います。さて、では後半をお送りいたしたいと思います。僕もですね、オペラというか、クラシックの声楽を専門にしているんですけれども、ここ数年、首都圏中心に、ポップスのライブを、やらせていただいておりまして、ちっちゃい頃から、音楽ももちろんさっき白鳥の湖なんて話をしましたけども、ポップスも大好きで、松田聖子とかも大好きで歌ってましてまあいろんなのポップス大好きで歌ってきたんですけども、大学入ってしっかり声楽、クラシカルを勉強するっていうふうになった時にちょっとやっぱり、そういったなんかそのポップスの歌の癖がこうなかなか抜けないっていうことがクラシックをねやるにはありまして、結構長い間封印したんですね。もうとにかくそういうの歌わないっていうふうに決めてクラシックをやってきたんですけども、本当に5年前ぐらいからやっぱりポップス好きだなって思いまして、もうそろそろなんかちょっとトライしてみても、今自分のできる中でできうる範囲でこうトライしてみてもいいのかなって思うようになりまして、ポップスとまたミュージカルとかですねのライブをさせていただくようになりました。その中で歌ってきた曲をまずお送りしたいと思います。ひまわりの約束という曲です。皆さんご存知かと思います。ドラえもんのねテーマソングで有名になりまして、いろんな方がカバーしていらっしゃいますけれども、僕も今まで自分のピアノの伴奏で歌ってきたんですけれども、これもですねさっき のアマポーラじゃないですけれども、ぜひねこの今チューニング一生懸命してくれてますけれども、ギターで歌いたいっていうのがありまして、この今回ねこの場を借りてじゃないですけれども、秋毛のギターで歌わせていただきたいなと思いますけど、大丈夫ダメだねトン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 ってずっとごめんね、喋らない方がいい、大丈夫、下げてるんですよこれ、下げてる、下げてる、下げてる、大丈夫、ノブさんってバリトンじゃないですか、ね、だからこうやって僕は低く弾けばいいんですけど、低く弾けないからこっちを下げるっていうね、ちょっと待ってください、もうちょっと時間かかるって、もう休憩何してたのっていう感じだなほんまやね、本当にね、休憩はね売ってた、マスク売ってたんですよ、マスク超売れたということでありがとうございました、本当に飛ぶように売れて、もうないっていうね、本当さっき僕ね楽屋であげんからこうのぶさんあげますよって言っていただいたんだけど、それ返そうかって言ったんだけど、いやいやいいよって言われたんで、僕はごめんなさい、いただいて1個もらってますけどもね、皆さん買っていただいて本当にありがとうございます。で CD もねぜひ買っていただければと思います。はい、どう、いやいや、ギターもそうですけど、なんか次こうやられる公演とかコンサートの宣伝もちょっとしていただいたら僕いいんじゃないかと思ってちょっと待ってたんです。それをさっき、そうなんですよ、それを言ったじゃないですか、楽屋で。違う違う、僕ね、そのことだったの、ね、そのことですよ、秋元がチューニングするためにその間喋っていいよっていう、そういうことだったね。そんなだから僕をニヤニヤこう僕の方ばかり見てるんじゃなくて、はい、okay, okay.その間にですね、宣伝してください。オッケー。もうどんぐらいかかるのかもヒヤヒヤしてた。ですね、まず来月ですね。僕はちょっとミュージカルもやらせていただいておりまして、ミュージカルの、劇団四季とかですね、劇団四季元四季の人たちとミュージカル劇団というのに入れていただいて、ありがとうございます。これですね、こちら。プレイソング&ダンスボリューム5っていうことで、ミュージカルの劇団なんですけれども、プレイソング&ダンスということで、ミュージカル一作品やるんではなくて、プレイ演じる、ソング歌う、ダンス踊るっていうね、ミュージカルの3要素をこういいとこ取りでお送りするという、そんな舞台で、歌とダンスと、僕もちょっと一応踊るんですけども、ダンスとあとプレイお芝居ですね、ちょっとプチミュージカルみたいなものを2本っていう感じで、盛りだくさんいいとこ取りみたいな感じの舞台、埼玉なんですけれども、ぜひよろしかったらお越しください。それからこちらですね、こちらは無音と題しまして、小岩
なんですけども、サロンがございまして、バッハザールというとっても素敵なサロンがあるんですね。そちらの方で定期的に開催している、2ヶ月に1回ぐらいですねお送りしている、こちらはクラシカルなコンサートで、12月は、19日日曜日、南小岩バッハザールにて、2回公演ございまして、私は第2回目の、夕方の公演に出演させていただきます。モーツァルトを中心にモーツァルトプログラムで、お送りいたしたいと思います。こちらはまたガラッと雰囲気の違う、クラシカルなコンサート、どちらもお楽しみにぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。 OK 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 できた、よし OK です。じゃあやりましょう。ドラえもんの映画ですね、これ映画の、そうですね、映画ドラえもん、スタンドバイミーかな。そうです、スタンドバイミーという映画の、主題歌でございます。畑元博さん、元博さんね、はい、ちょっと読みにくい感じの人ですね。そうそうそうやね、ね、ですね、その方の、曲でございます。お聴きください、はい。僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けていきたい。ここにある幸せに気づいたから、遠くで灯る未来、もしも僕らが離れてもそれぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、逃げないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、曇りを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。
ばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けていきたい、ここにある幸せの意味を見つけたから。斉藤信夫、秋元博之ありがとうございますいいね、やっぱギターはいいね、ギターいいですね、ありがとうございます、ね、ギターのいいとこはこう運べるってことなんですよ。ピアノは運べないじゃないですか。そうなんだよね、いつも大変や、ピアニストとかその弾き語り、ピアノで弾き語りされる人は大変やなっていつも思うんですけど、ね、あるかどうかっていつも聞くでしょ。そうそう、一回やってみたんだけどね、ちょっとやっぱさすがにもう無理運べない、ね、運べなかったね。そうそう、まず家から出すのが大変、ね、出ないですよね、足を取って立ててこうなきゃね。そうやって入れるんじゃね、でも家にね、グランドピアノはそうなんですね。ギターはこうこうやって数えてきたからね。いいですね、はい、すいません、ありがとうございました。ギター出てきてよかったです。続いてはね、はい、秋元の歌を、ね、じゃあ、ちょっとノブさん、なんか僕ちょっとそことか、はい、そこ座っててください。ちょっと下で、はい、じゃあトイレ行きますねまた次の歌もね、はい、あのもうじっと、はい、座ってて楽しみに聞いてます。喋らないあんまりねもう本当にね、はい、ね、なかなかこの僕側の話ですけれども、やっぱフォルクローレ歌手としてですね、まあ、いろんな、書いてますけど、こんなここにね、あ、これ僕宣伝もしとかないといけないですね、フォルクローレとは日本ではコンドルが飛んでいくのような哀愁を帯びたメロディーを思い浮かべる方が多いですが、実はそれだけではなく明るいダンス音楽という顔も持ち合わせていますというまいこと書いてますけども、これが僕らのチラシでございまして、今ずっと日本公演、日本ツアーをですね、全国ツアーをやっております。これは実は関東分だけでして、関東分だけでまだ、明日森下、江東区ですね、森下文化センターにてなんと地獄の3回公演を行います開演12時15時18時となっておりまして、ですね、でもごめんなさい、ここはね、ここはちょっとあの埋まっちゃったんです。15時の2番目の回だけ空いておりますので、ぜひ今私行こうという方はですね、後でぜひお知らせください、もう本当にあのこのコロナが始まる前に、こういうあのコロナが始まる前じゃねえや、緊急事態宣言がこう降りる前に、コロナ禍でずっと立てた、このツアーなので、スケジュールがですね、やっぱり限定何席っていうのがすごい多いんですね。まあ、とりあえず限定ってつけとけばあの焦るかなと思ってつけたんですけども、そうなんです。そんで28日日曜日は群馬ですね、前橋市文化芸術、レンガ蔵というところ、ここは広いです。で12月10日金曜日、神奈川横浜のシルクロード舞踏館というところで、これも2回公演です。まあ、ここにいろいろ書いてます、配信をご覧の皆様ですね、そんな おそらくというか、この3人アンデス、もしくは秋元博之で調べていただくと出てきますので、皆さん見てますか、これ出てきますので、ぜひご覧ください。でこっちですね、こっちはそのまあ、まあ、最後ほぼほぼ最終、なんていうか最終のやつ、まあツアー最後ぐらいのやつなんですけど、ね、まだどんどん増えていくので、演奏があれなんですけど、東京ですね、赤坂区民センター区民ホールでですね、なんとフォルクローレをやるグループが2つ、僕らとまた別のグループです、若手のグループが、この、まあ、伝統ある音楽、うちらはフォルクローレの、まあ、ボリビアで
ずっと伝わってる音楽で、彼ら若い人はそのもちろん ポピュラーなんですね、ポップスをベースにした曲をやります。こういうやつです。南米アンデス、ボリビア音楽の革新と伝統、2021年12月11日土曜日15時半開演でございます。赤坂区民センター、区民ホールにおいて行いますので、ぜひお越しください。以上、宣伝終わり。さあ、それではあのね、あのねとか言って、いろんな方とお話ちょっとしたんですけども、もう泣きそうになったって、1回目ですごい感動して泣きそうになったって、泣いてくださって結構ですので僕たちはそのためにやってますので、我慢することないんですよ。なんか めっちゃ泣きそうになりましたとか言って、いや泣いてよっていう、ね、そういうつもりで僕らやってますので、まあね、それは隣の知らない人に見られるのは嫌ですよ。ほんで一緒に来た人と、なんであんた泣いてんのとか言われるの嫌やから、まあこそっとこうなんか、そんなどうしたらいいかな、どうしたらこう上向くとかね、上向いてこうバレるけど、上向いてあかんな、なんかまあよろしいわ。とにかく、まあ感情をですね、こう出すっていうのは大事なんです、人間。それでこのコロナ禍でですね、やはりもう今回おそらく初めてというか2年ぶりに、このライブね、生音楽を聞いたわという方がおそらくたくさんいらっしゃると思うんです。それで、そう、それで、あ、しまった、これ下げたもんね、下げたからまた上げないよね、また時間かかるね、まあ、ちょっとそうなんですよ、これだけ、これはいいことでもあるんですけどね、ギターのね、ピアノはこう下げれないけど、ちょっと一瞬待ってくださいね。やりながらこう次のことを考えるって言うんですけど、これなかなか喋るの難しいんですよ。それで、まあ、フォルクローレ、日本にもですね、やっぱり南米のフォルクローレというのはこう人間の苦しみ、楽しさ、悲しみを歌った曲がまあほとんどなんですけども、やっぱり日本にもそういう曲がありまして、こうなんていうんですかね、まあ、感謝であったり家族への思いですね、そういうのを歌う曲が日本にもあります。当然ですけども、それをちょっと歌いたいと思います。まあ、フォルクローレつながりというか、やっぱりその人も思いをですね、歌いたいと思います。ごめんなさいね、もう本当に、はい、 OK です。実はまあ前1回この3人アンデスというグループでも歌った歌なんですけども、自分の母親にですね、母親というか働く女性に歌った歌があるんです。酔いとまけの歌っていうんですけども、ご存じない方のためにですね、この要するに土方ですわ、土方、工事を外でされている方々、女性がね、昔やっぱり昭和の最初の頃いらっしゃいまして、その方を見て、まあ、三輪明宏さんですね、金色の人ね、三輪明宏さんがこう作られた、やっぱりこう、このなんていうんですか、建築従事者っていうんですかね、その方々が本当に喜んでこの歌を聴いて、でもう本当僕もこれは当然ボリビアで聴いたんですよ、これは日本で聴いたことないし、もう本当にたまたまのタイミングで聴いて、もうすごい曲があるんだなと。もちろん昔の、ね、だいぶ前の曲ではあるんですけども、今もこの現在もやはりこの働くお母さんかな、お母さんに捧げる歌としてよく歌われております。僕の母親もですね、いまだ元気です、のぶさんのお母さんも元気ですけども、70を超えていまだに現役の看護師をやっております。大阪の下町ですけども、お世話になってた先生は残念ながら亡くなったんです。でも母親はまだ元気になやっておりまして、
秋元さん大丈夫で倒れてもここは病院やとか、まあ、そんなあの男なんですけども、すごいとこで働いてますけど、大丈夫大丈夫、あのワクチンなんかな、ミンでも打てるわ言ってね、注射、まあ、怖いですけども、そんな母親でございます。そういう母親を見てですね、僕もやっぱ働かなあかん、こうね、こう働くこと楽しさっていうんですかね、そういうのも教えてもらいました。まあ、うちの母親だけじゃなくて皆さんのお母さんにですね、この曲を捧げます。良いとまけの歌、お聴きください。帰っては来たが、母ちゃんの姿見た時に泣いた涙も忘れ果て、帰って行ったよ学校へ、勉強するよと言いながら、勉強するよと言いながら、
れから何年経ったことだろう。高校も出たし大学も出た。今じゃ機械の世の中で、おまけに僕はエンジニア。黒で死んでた母ちゃん、見てくれこの姿。母ちゃん見てくれこの姿。何度か僕もぐれかけたけど、ヤクザな道は踏まずに済んだ。どんな綺麗な歌よりも、どんな綺麗な声よりも、僕を励まし慰めた。母ちゃんの歌こそ世界一。母ちゃんの歌こそ世界一。母ちゃんの歌こそ世界一。今も聞こえ良いと負けの歌、今も聞こえるあの子守歌。負けの歌、素晴らしかったです。ありがとうございました。秋元博之、もう何でも歌えますね、本当にね。いや、本当にこうやってコラボさせていただいて、本当に楽しい時間を過ごさせていただいております。本当に今回再会ということですけれども、本当に合わせをした時はもうなんか再開したというよりも、とにかく合わせよう、とにかくやんないとね。そう、ちょっと急いでましたよね。もうやんないとね、やんなきゃだよねって言ってもうワクチン4回目打たなきゃいけないっていう話しかできなかったんですよ。だから今本当にここでなんかついついうっかりいっぱい喋っちゃうんですけども、こうやって音楽またこうやってしっかり聞かせてもらって、本当に20年間をすごい ねやっぱりやって頑張ってきたんだなっていうことを本当に感じさせていただいておりますね。ねでもなんか久しぶりというか20年ぶりに会ってもあんまりその久しぶりという感じはなかったですね。ね、本当なんか普通に喋ってどうしようか、何どうしようかみたいな。全然なんか久しぶりとも言わなかったんじゃないですか。起きて車じゃない、歩いてきたんです、洋画からね、あれ。しかもね、歩いて汗だくになってきて、それがこう5キロぐらい歩いてわって歩いて、でもうどこやろうと思って探してね、あ、ここここって言って終わりっていうね、久しぶりの挨拶とかないって、ここここってね、はいはい、練習練習みたいなね。いや本当にね、まあ時間本当に忙しい全国ツアーの最中で大変な中ねやっていただいて、まあでも本当にいいですね、音楽ってね、本当に改めてね、よぎですよね、本当ね。やっぱこの音のね、僕らはこう歌う側じゃないですか、出す方じゃないですか、こう聞く方はこの音だけじゃなくてこう圧があるんですよ、空気のこの感じとかボーってこう ねこれはなかなかね、生じゃないとね、ふわってなるんですよ、ね、のけぞる、そうそう、のけぞる感じ、うわ、ね、こんな感じで聞きはるんですよね。しかもね、こうやってやっぱこれだけ近いね距離でっていうのもなかなかやっぱライブ並べではなかかなとね。私割とクラシカルのコンサートホールっていうことが多いですけどね、そんな感じで楽しんでいただいてるかと思いますが、ここでまたもう一曲オペラを
お送りしたいと思います。先ほどオペラといえばヴェルディって言ってくれましたけども、いよいよヴェルディの曲を一曲お送りしたいと思います。まあ、オペラといえばヴェルディ、ね、イタリアのオペラ作曲家ヴェルディ、まあ、素晴らしい作品たくさんあるんですけれども、今日はまあ皆さんがそんなに耳にすることがないんじゃないかなという一曲をお送りしたいと思います。先ほどのカルメンはねきっと誰もが知ってるって感じだと思いますけれども、まあ、オペラ好きなら絶対に知ってる曲ですが、ここは結構境界線があるんですね。あのオペラ好きなら絶対誰も知ってるけど一般の人は知らないみたいな曲が結構あって、あの それをそのラインを狙った曲を今日お送りして、こうオペラにちょっとこうちょっと踏み込んでこうもらえたらなというところでの企画でございますけれども、リゴレットというオペラがございます。まあ、リゴレットっていうともうカフェダイニングっていう人もいるかもしれないけど、本当はそっちじゃないよっていう話なんですけども、中目黒にもねリゴレットございまして、僕も行ったことありますけれども、まあ、それではなくて、リゴレットというオペラでございます。ヴェルディの中期の傑作と言われている作品ですけれども、まあ、リゴレットという男がいるんですね。これは道化師で、まあ、ちょっとすごく、まあ、個性の強い男なんです。でこの男、まあ、なんとなく個性もすごく強いし、まあ、煙たがられて人からちょっとこう眉を潜められるようなそんな男なんです。でこの男にどうやら若い娘がいるらしいっていう噂が立つんですね。まあ、こうなると、まあ、それはもう大変な騒ぎになりますよね。なんでこの男にっていうような、そんな中でその娘と恋に落ちるマントバ公爵という、まあ、これはまあ色男で、まあ、女好きで、まあ、もう女性を見たらもうパシッと口説くわけですね。まあ、色男なんです。でそのリゴレットはその一緒に住んでるというのは実は自分の娘なんですね。でそれを知らずに周りはどうやらあいつ男女と住んでるぞということになって、ある時そのジルダという娘を連れ去っていくわけなんです。そしてリゴレットはもう慌てふためき狂気の中でどうやらここにいるらしいというところに駆けつけるわけです。そっからのシーンをアリアでお送りするという感じです。どうやらここにいるらしいと、そこにやってきたリゴレットはどうかここを開けてくれと騒ぎ立てるわけですね。そしてその大衆の前で崩れ落ちながら、最初は叫びつつ、そして話しかけて何とか開けてくれないか、何とか、最後は神に崩れ落ちるように頼み込む、そんな場面が一つのアリアになっております。それではリゴレット悪魔め鬼めお送りしています。Dannata, quel qual prezzo vendesse il mio bene. A voi nulla per oro sconviene, ma mia figlia impagabile tesor la rendete, o seppur disarmata, questa ma per voi fa la trenta nulla in terra più l'uomo paventa se le figli difende l'onor. Quella porta assassini assassini, ma aprite la porta assassini, ma aprite. Tutti a me contro venite, tutti contro me. Oh,
guardo, signore, tu hai l'alma gentile come il cuore. Dimmi tu dove l'hanno nascosta, Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, era non è vero, era non è vero, era non è vero. Tutaci, oh, in me. Miei signori, perdono pietà, al beliardo la figlia ridata, ridona. Tutto il mondo è tua figlia per me, signori, perdono, pietà. Signori, pietà, signori. オペラリゴレットから悪魔め鬼めでございました。よいとまけの歌は母に対して息子が歌う歌でしたけども、父親が娘を思って歌う悪魔め鬼めでございました。つながりが内容であるようにつなげていくという考えながらね、無理やりね、無理やり ね, 無理やりね次は何でしたっけ、ソロ、ソロでちょっと休んでいただいてね、はい、じゃあちょっと休む前にオペラってそのどれぐらい、僕全然知らないんですよ、ごめんなさいね。オペラってどれぐらい、1公演、だから最初から終わり、はい、終わりまでどれぐらいかかるんですか作品によってですけど、今のリゴレットはまあ2時間ちょっとぐらい、2時間ぐらい、まあ、長いのだとまあ3時間半、もっと長いのはね、ワグナーなんかもっとすごい長いですけども、長いの3時間半くらいは全然余裕であります、ね、それは休みなくですか。休みで、あと1幕、2幕、3幕、4幕とか、そんな感じで幕間に休憩が入るっていう、ちょっとある10分とか15分とか分で、終わっ1だから、その1公演終わったらどんな感じですか、体力的に。すごいムーって感じですか、疲れてるもう何、あれがこうなってわーっていう感じなのか、へーっていう、この、あ、でも両方ありますね。なんかもうもう無理だっていう時もあれば、なんかもうこうなってきてこうかっていう時もあるし、なんかその時の出来にもよるしね、なんともこう浪費するともうなんかもうかってなって、ダメだこれやってなりますけども、まあね、本当にまあ本当に役柄にもよりますけどね。でもやっぱり舞台ってやっぱりどんなでも同じかなって、本当一曲だけちょっとなんかこうゲストで歌い出していただくっていうのもやっぱり緊張するし、ここはやっぱりテンションこうやって持っていかなきゃいけないし、ね、オペラでの長時間やるっていう時ももちろん大変だけど、本当素人なんで
ね、こんなここにいてはる人が何あんなこと聞いてんのって思うかもしれないんですけどいやここですね、そうやって見ててね、やっぱり能さんはねそのオペラが好きなんやなと思ったんです。いや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 好きかなあれ、いやあれもう好きか嫌いかって言っても何とも言えない、何とも言えないって感じ。ああそうですか。もう苦しみでもあるし、まあ、歌うことはもう喜びでもあり人生でもあるけど、やっぱり苦しみでもあるし、なんかもういろんな要素があって、うん、もう好きなことやっていいねってたまに言われるんだけど、いや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 もう結構きついよみたいな時もありますけどねなるほど聞かんかったよかったごめんなさい、嘘です嘘です、カットでカットでだからまあでもそうやってね、うん、あのずっとされるわけでしょ、でもオペラをこれからね、うん、そうね、できるまでね、でしょ、うん、でしょ、だからだってフォルクロールやるし、いやでもだからどうなんかなと思って、なんかいやいやごめんなさいね、なんか全然関係ないことでごめんなさい内輪の話でなんか再会だからね、再会だから今日すごいなと思ってやっぱり ね、うん、ねそうそうかなじゃあ僕ソロでやりますんで、じゃあちょっとまた休んでください、うん、はい、ここで聞こうかな、うん、ここでここちょっとしあの狭いからもうちょっとそこ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 で、うん、そこでね、ね、今日は本当に満員のお客さんで、ね、あのこうやって配信では映ってないので皆さんちょっとこうわーって言ってくださいね、あのも今度拍手するときね、あしてください、こんだけいます、こんだけ皆さん、こんだけあんまり聞こえてない、もう一回、ありがとうございますね、じゃないとね、あの向こうの家族がですね、パパ何してんのってね何働いてるよ働いてるよっていう話ですけども、そうですね、まあ、このねこうやって2人でやるにあたってやっぱりあのそんなに別にノブさんがどうしてたかとか知らなかったし、僕は基本的にはこう人に会うときはもうそのままこう思ってることを聞く、この舞台でも聞いてますけども、やっぱりそのなんかこう聞いたらあかんやろなとか、まあ思う時もあるけど、やっぱりその聞いてほしいかなとか、ちょっと僕は聞きたいなっていうことを聞いてしまうので、実はっていうか、まあこういうことを言うもんではないかもしれないですけど、ノブさんのねお父さんがちょっと最近亡くなったじゃないですか。で僕は知ってる、あの存じ上げてるんですね、あの一回お家行ってすごいあのもう素晴らしいお父さんで、でやっぱりその息子にとって父親っていうのはですね、娘の父親ではないんです、まあ、当然ですけど、やっぱり超えるべき壁であったり、そのどういうのかな、何を偉そうにってこうね、最初はかわいのお父さんすごいな、お父さんの背中が広いな、大きいなとか言うけど、やっぱりその乗り越えていかないといけない存在でもあるわけなんですね。で、まあ、うちの父親は、まあ、まあ元気ですけども、うちの父親はこう脳梗塞になって、ね、あのまあ、それなりにこうリハビリやって、まあ、杖をつきながら歩いてますけども、ボリビア行きたいっていうんですね、脳梗塞になってから。でボリビアはこう実はこう下アマゾン川流域もありますので、そこで3日、ラパスとの間2000メートルぐらいのところに、11日間いまして、長いこと、まあ、時間はありますんでね、長いこと行って、でラパス3700メートルのラパスに行ったら、全然その高山病がなくて、高山病かかるんですよ、僕でもかかるんです、いまだにこんだけ長いこといて、今回3ヶ月ぐらいいますからね、日本に。で帰るとすぐはもう動けなくてですね、じっとしてます。で皆さんがパッと行くとですね、なんでかかるかっていうと、飛行機でピューって行って着くのが4000メートルなんですね、その下からずっと上がっていくわけじゃないんですよ、行って空港、はい着きました、パターンって倒れる人も多い、でそういう、まあ、過酷な状況の中でですねに行って、僕の友達、お世話になった人、ミュージシャンにも会ってもらってですね、ああええとこやなと、おいしい食べ物もおいしい、来てよかったって、ね、喜んで帰って、でまた来たんですね、2回も来て、すごいね、すごいでしょ。でまた行くわ言っても、今度ね、あのこの前会ったらまた行くわ言って、もうええやろと思うんですけどまあうちの言うたように、うちの母も看護師なんで、一緒に3人で行って、来たらなっていうことなんですね。それで何が言いたいかと言いますと、僕はうちの父親にですね、一曲の曲を書いたんです、お父さんにね。でそれをあのノブさんのお父さんに捧げます。うわーやばいと
そうだな、まあ、僕の父親、ノブさんの父親だけではなくてですね、当然あの皆さんのお父さんにこの歌を捧げます。僕も父親になってですね、自分で作ったんですけど、ええ曲書いたなって思うんです。これを息子に歌われたらたまらんよなっていうぐらいですね、歌ってますけども。それではお聴きください。皆さんのお父さんにこの曲を捧げます。父よ、描いたあなたの似顔絵、全然似てなくて、それでも心から笑顔を見せて、頭を撫でてくれた。今も覚えています。泣きそうな顔で家に着いた時、いじめられてないかと、いつでも学校へ乗り込んでやると、真っ赤な目をしていた。本当に嬉しかった。
ありがとうございました。ありがとう、素晴らしい。フォルクローレ歌手出てこんなのことができるんですね。なんかまたこうやってね、こんなことができるのは僕だけなんです。そうだよね、実はね、そうなんです。僕は3年ボリビアに来て3年後に、うん、3年後というか本当は1年で帰る予定だったんですけど、あ、そうなん、長くどんどんもう一丁もう一丁ってなって帰るお金がなくなって、結局貯まったお金がで帰れたのが6年後だったんですけど、うん、その3年目の時にこうやってギターを弾きながら歌を歌うっていうのをしたらどうかなって自分で思って決めたんですね。それは何でかというと、父親がその人と同じことをしててもしょうがないってよく言ってたんです。なるほどなるほど。同じことをね、うん、やっててもだから、でそれで考えたのがこういうことで、いまだにこのだから日本人でというかアジア人でこうフォルクローレを歌ってる人はいないです ね。そうだね、うん、そういうもうキャッチコピーで素晴らしいですよね本当にね。はい、いやいやいや、もう本当に時間もだいぶ、ね、遅くなってきましたけれども、もうちょっとだけ、ね、お送りさせていただきたいと思います。先ほど、まあ、ミュージカルを、ね、ちょっと少しやってますなんてお話をさせていただきました。ミュージカルも僕大好きで、まあ、ポップスライブでいろいろ歌わせていただいてきたんですけれども、またこれぞミュージカルという作品の中から、ちょっとまた秋芸に伴奏をしてもらって、お送りしたいと思います。レ・ミゼラブルというミュージカルの中から、カフェソングという曲をお送りしたいと思います。まあ、もう作品は、ね、皆さんご存知の通り、まあ、本当に劇的な作品なんですけれども、これからお送りする曲はマリウスという青年が歌う、まあ、本当にこのミュージカルも終盤で、歌われる、曲になります。Empty Chairs and Empty Tables って言って、まあ、青年たちが、まあまあ、時代はね、もうまさにフランス革命が勃発して、なかなかフランス革命1789年勃発するんだけど、なかなか世の中が良くならない、民衆のもとにこう、ね、自由と平和が来ない、そんな中で再び民衆たち若者たちが立ち上がって、バリケードを築いて革命を起こそうってなるわけですね。その中でマリウスももう本当に恋に落ちたコゼットという女性がいるんだけど、自分も戦うんだと決意をして、そのバリケードを築いてその革命を起こすわけですけれども、まあ、一瞬にして若者たちの命は全て失われ、マリウスはただ一人助かるんですね。でそんな中でマリウスが、昨日みんなで決起してよし戦うぞと決起した、そのこういったまさにこういったカフェに戻ってきて、もう誰もいない、みんな死んでしまった、その無力感と、寂しさを、歌い上げる、曲になります。レ・ミゼラブルからカフェソング。言葉にならない、痛みと悲しみからの椅子とテーブル、友はもういない、自由を夢見て炎と燃えて歌ったが、その日は来ない、新しい世界をまぶたに描いて、声も高らかに歌の誓い、そのまま
りけどの寂しい夜明け、あともよ許せ、僕は生きている、言葉にならない痛みと悲しみ、窓に映る影、床にも姿が、空のイーストテーブル、友はもういない、あともよ聞くな、知り果てた意味を、空のイーストテーブル、歌声ミュージカルレミゼラブルからカフェソングでした。ありがとうございました。さて、いよいよもうちょっとね、大詰め、あと何だっけ、2曲ね、あと2曲 ね、え、あと2曲、あと2曲、うん、あれ、あ、そっか、うん、あの弾いていくだろうね、だからそうそう、一応フォルクロレ歌手ということでフォルクロレをやりますね。最初に1曲やってあれまだやれへんのってなるので、フォルクロールね、実は昔のフォルクロールっていうのは昔、まあ、100年ぐらい前はですね、ピアノを結構使ってたんです。で、あとやっぱスペイン人が持っていたギターですね。その前、もっと前は笛なんですね。ケーナとかサンポニアとかっていう笛、また宣伝になりますけども、そういうのが聞きたい方はこれですね、これに来ていただくと、ケーナとかサンポニアとか、チャランゴという小型の弦楽器が聞くことができます。で、そのギターとよりも前ですね、だからピアノでこう演奏されていた、ね、それ意外ですね。でそれを実はこう2人でやります。僕は一生懸命ねギター頑張ったんで、このピアノ頑張ってください。頑張るよ、だってさ、まあ、秋元がさ、なんかすごい、なんか楽譜っていうかコード譜書いてくれたからさ、すごい頑張ります。すごい分かりにくいねそう、分かりにくい、ね、どこやってんのみたいな感じなんだけど頑張ります。あのこダンスがいっぱいあるんですね。ボリビアの音楽というのはダンスがいっぱいあって、それに応じてこう曲がリズムがあるんですけども、これはクエカというダンスでございます。男女がペアになって白いハンカチをくるくる回しながら、こう最初はこうだから知らない男女なんですね。知らない男女がこういうふうにこう、ちょっと距離を置いて踊るわけですね。で真ん中ぐらいになったら近づいていくんです。なるほど。で最後一緒に踊るんですね、こうやって。なるほど。っていうそのドラマがあってですね、実はね、あんまり説明してなかったですけど、うんうん、ドラマ でそれを1部と2部で1回2回ってやるんです。そっかそっか。なんでもう一回その離れるのかなっていうのは分からないんですけど、意味は分からないけど、一部奥行かしさがちょっとあるんだ ね。そうなんです。この声かというリズムはですね、どういうかな、要するにその田舎じゃなくて、うんうん、ちょっとこう いい人たち、社交のダンスですわ。山の手な感じなわけね、ちょっと山の手かどうか知らんけど、うん、そうそう、あの辺で芦屋的な ね、 なるほどね、兵庫で言うとね、そしていくとね、そうそうそう、うん、でなんかそういう音楽を皆さんに聴いていただきます。これすっごい有名な曲です。こう声歌の中でもそれこそカルメンと か、うんうん、なんかボリビア人にこの曲を言ったら半分ぐらいは知ってると思いますね。半分知らないけど、そう、もうちょっとしてるかと思ったちょっとそう、そんなもんなんですけども、それだというですね、このそれだじゃなくて、それだっていうのはあの孤独っていう意味です ね。ソロね、ソリソロソロソリだっていう、その、インプロランドっていう、まあ、あの懇願するとかいう本当は題なんですけども、それだそれだって始まるからそれだっていう名前として知られてます、うんうん、はい、もうやりましょう、やろう、でこれ最後ね、この
っていうこうあの手拍子があるんです。それは僕がこうやるんで、やってる時はやってください。で僕がやめたらやめてくださいね。いいですか。いつまでもやってないで、いつまでもやったら困りますんでね。はい、というわけでセワラプリメラはい終わり。それだそれだ、esta noche estoy muy triste、se me ha ocultado la luna、y no cabe duda alguna、que se fue porque te fuiste、y no cabe duda alguna、que se fue porque te fuiste、soledad, soledad、en la soledad de mi alma、lloraré mi desventura、si el olvido me dio calma、que se acabe mi amargura、si el orgullo me dio calma、que se acabe mi amargura、muy solo estoy aquí、sin tu querer mi bien、si algún día tú volvieras、a devolverme la calma、si algún día tú volvieras a devolverme la calma、la la la、la la la、la la la、ira la la、la la ira、la la la、ira la la、ira la、la la la、la la la、la ira、la la la、ira la la、ira la、si algún día tú volvieras a devolverme la calma。Se me ha ocultado la luna y no cabe duda alguna que se acabe mi amargura y no cabe duda alguna que se acabe mi amargura soledad soledad en la soledad de mi alma lloraré mi desventura si el orgullo me dio calma que se acabe mi amargura si el orgullo me dio calma que se acabe mi amargura muy solo estoy aquí sin tu querer mi bien si algún día tú volvieras a devolverme la calma si algún día tú volvieras a devolverme la calma la 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 よかった素晴らしい素晴らしいピアノ多分あんまりないと思いますねこの声をピアノで日本でやるっていうのはね、すごいですねやっぱりね。ありがとうございます。褒めやっときましょうよ、ね、はい、じゃあそういうわけでこれで ね今日本当に長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日最後の曲を皆さんにお聴きいただきます、はい、ね、なんか言い残すことはこのございません。ございません。さすがでございます。そうですね、もうそろそろ帰る時間がとかいう話になっておりますので、本当に長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では最後に、これは何ですか。何ですか、その英語の最初の文みたいな。What is this? とか、これは何ですか。スペイン語はあるんですよ、ケースエストとか言うんですけどね。何が、結構ですね、結構です。曲あ、曲、あのメキシコの曲ですわ。メキシコのね、スペイン語ですわ。そうそうそう、スペイン語で一番有名な曲を歌います。一番有名な曲を歌って、僕も知らなかったんだけど、はい、あのまあ、そりゃそうやな、知らなかったんだけど、実は本当に有名みたいで、あのそれこそオペラ誌も歌ってたんですね、これ。シエリトリンドっていう曲で、
うん、ね、知ってますでしょ、あのメキシコの第二国家って言われてます。いやいやいや、あまりにも有名、オーストリアのエーデルワイスみたいな、そういう感じってことだよね。ね、まさにね。そうそうそう、日本の君が代みたいにね。それはまさにだよ、ね、あ、それは今回やな。失礼しました。どんな歌でしょうかね。まあいいか。そう、シエリとリンドっていうのはもう美しい女性にあの歌うんです。だからオーソルじゃなくて、あね、そういうやつ。大体そういう歌ね。そう、あのだから大好きな人にこう歌う。うん、もう君はこの真っ青な空だって、シエリとリンドって綺麗な空っていう意味なんですけど、その女性に対して歌う、ね、曲でございます。有名な曲。はい、Un par de ojitos negros, cierito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ese lunar que tienes, cielito, a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo del corazón. ありがとうございました。秋元ひろゆき、斉藤信夫、ありがとうございました。ありがとうございます。下までいたらね、ちょっともうええかってなるから上がってこれない。ありがとうございます。こうやってね、あの学生の時の先輩に出会ってですね、こうね、一緒に歌を歌えるなんか、ね、これあの毎年の行事にしたらどうですか。やりましょう。11月18日のね。うわうわうわ、じゃあ来年もね、はい、11月18日皆さん開けていただいて。そうですね、ね、ちょっとまあ組みますけど、ね、でも本当に冗談抜きにこうやってね、1年に1回また僕は帰ってくる、来る、分かんないですけど、日本に来ますので、ね、そのタイミングでぜひ、ね、うん、お願いします。ぜひぜひ、ありがとうございました。
で、あのここ楽屋さんですね。楽屋さんの料理美味しかったですか？皆さんありがとうございました。本当に今日はあの、ね、楽しい時間を過ごさせていただきました。楽屋の皆様に、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ね、もう行きましょうか。行きましょう。もうね、あんま喋ったらまだもう、はい、まだ喋るのかいつら。もう飲みたいよ。飲みたいよ。もうさっきで喋っとけ。あ、飲みたい。飲みたい。失礼しました。というわけでこのあいやいやいやでシエリトリンドコスペイン語で一番有名な曲、今度はですね、イタリア語ね、はい、イタリア語で一番有名かもしれない。カモンね、カモンね、そうかもねだね。そう、さっきちょろっと出ちゃいましたけども、イタリアのもう、ま、あの僕一番最初に歌わせていただいたあのカエレソレントエと同じ作曲家の曲になります。オーソレミオを最後に2人でお送りして終わりたいと思います。ですかね。これももう本当にもうそういう歌です。でも知らない方もいらっしゃる。ナポリの民謡なんですけど、まあ、王はまあちょっと感謝なんですけど、ソーレは太陽、ミオは僕のですね、僕の太陽っていう歌で、嵐の後の太陽のなんと素晴らしいことか、嵐の後の空気のなんと清々しいことか、けれども僕にはもう一つの太陽がある、それは君だっていう歌ですね。熱い熱い歌を最後に熱いままお送りしてお別れしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 OK、 行きましょう。はい。
がとうございました。斉藤信夫ありがとうございました。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。皆さんどうも本当に遠いところありがとうございました。またお会いしましょう。生配信の方もありがとうございました。